もしもし。ああ、すいません、お忙しいところ。ああ、どうも。どうも。ちょっと待ってください、おじさん。もちろちょっとん、待ってもちろん、はい。ください。はい。ちょっと待ってください。はい。もしあ、すいません、今大丈夫ですか？もし。ああ、大丈夫です。大丈夫です運か？お転し時て間。ます、ちょうど。ちょうど大丈夫ですか？は時い。間。あ、お疲れ様です。あ、全然大丈夫です。お疲れ様ご無沙汰です。です。どうも。いえいえいえ。どちらですか？なんか大丈夫ですか？クーラン。あ、クーラント。今、今、NC から、MC？MC MC ってどこですか？ノースキャロライナ。NC、ノースキャロライナ。はい。ノースキャロライナから、どこだっけ？インディアナにエンプティで600マイルぐらい行ほら、って、まほうほう。た、今度サウスキャロライナに帰る感じですね。結構珍しく長いですね、エンプティで600って。どうしたんですか？ない、仕事がない、そこら辺そに。うですね。なんかね、この間、僕もおじさんみたいに、ドライバーズラインナップに、仕事取り行くじゃないですか。そんで、そこで、なんか、あるって聞いたら、今日はなんか、ボブテールで、なんか、デンバーまで行ってっていうのがあるけど、みたいなこと言ったら、おお。ちゃんとあれ、ボブテールで走っても1ドル25とかくれるやつがあって、なるほど。結構いい感じに稼がしてもらったんですけど、多分、なんかその、ロにも、あの仕事がないけど、うまくこうエンプティで走らせてもらって、まあ、うまいこと売り上げ上げさせてもらってるみたいな感じじゃないですかね、多いいですね。で、それボブテールでデンバーまで行ったんですか？分。この間、そうですね、この間、ボブテールで1000マイルぐらい、そうですよね。ボブテールの旅、で、デンバーって何かあるんですか？どっ産か、業。何ピックアップしたんですか、デンバーで。メンバーは、その時になんかエンプティがなかった、プライムワンで、そう、そんで、デンバーまで、デンバーかアラバマまで、ボブテールで行ってくれっていう、そういうのがあるけどって言われて、じゃあちょっと、デンバーの方が遠いから、じゃあデンバーで、まで、ボブテールの旅行こうか、みたいな感じで、取って、まあ、で、そうやってうまいこと、エンプティとか、ボブテールで、まあ、距離走らせてもらってますね、なんかね。仕事ない時でも。なるほど。で、みたいな感じじゃないですか。はあ、で、デンバーは何ピックアップしたんですか、デンバー行って。まあ、デンバーはね、なんだっけ、デンバーも肉っす肉、ね。あの後確か、肉あるんだ。カージル。カーギルね。カーギルとか、オーロラとか、ちょっと離れた、デンバーからちょっと離れたところの、で、ピックアップしましたね。デンバー、コロラドのオーロラって言ったらあれで有名じゃないですか。なんかギャングがなんかいて、なんか家を占拠してるみたいな。そこですよね、オーロラって。コロラドのオーロラ、大丈夫でしたか？襲われなかったですか？ マジですか？大丈夫でした？本当、なんかニュース見ました。あそこはなんか違法、イリーガルイミグラントがアパート占拠して、大家さんを追い出してるみたいな話聞いたんで、で、大家さんがなんか出てけとか言ったら、銃でなんかこう脅されるみたいな話聞いたんで、どうかなと思った。へえ、そのあたりなんですね。なんか言ってましたよね。ニュースで聞きますよね。オーロラ、コロラドとかって、そんオールなラの市長話題でがね。話題になってて、なんだろうと思ったんですけど、そこなんですね。で、そこってどんなとこですか？結構やっぱ田舎ですか？田舎、やっぱ。もう全然田舎です、やっ田ぱ舎。そうなんだ。おじさんどこいるんですか、今。今ミネね、ソタから？ミネソタよく知ってますね。ミネソタよく知ってますね、みたいな。サンクスギビングね。ミネソタで、つい最近見て。で、その後ミネソタからイリノイのステアリングってとこ行ったんですよ。結構北、
オルマート、オルマートの2件に下ろしして、あのマンケートとステアリングで下ろして、その後そうそう、そこで漏れたんですよ、はい、クーランとかまたダバダバってね。で、はいはい、オルマートの駐車場汚染したんですけど、はいはい、汚染あ、はいはい、オルマートで荷下ろし終わってさあ行こうと思ったら、なんか漏れてるよみたいなの気づいて、はい、なんだろう、はいはい、でそれで仕事一本入ってたんですけど、短いのが、だけどちょっと修理しなきゃなんないからっていうのでうじゃうじゃやってて、それはキャンセルしてもらって、はい、で一応修理して、一応止まってるっぽいです今。なんか大丈夫そう？おー、ストップ入れたんすか？いやいや、自分で直したの、自分であのネジ締めて、はいはい、でなるほど、今んとこ大丈夫そう、だから多分ネジの緩みだったと思うんですよ、はい。うん、でいつもね、すっごい寒くなるとそういうことが起こってて、過去にも、はい、だから多分同じことじゃないかなと思ってね、同じとこから漏れてた、な2年ぐらい前に漏れたとこと、うんうんうん、あ、そうで、うん、気温はどれぐらいでした？気温はシングルディジットです、8とか9とか。あ、おー、結構やっぱ寒いですね、こっちね、北なんで。うん、仕事さあしようと思って朝、マンカトですよね。そうそうそう、マンカト、マンカト、マンカト、そうそうそう、なるほど。で朝とかさあ運転しようと思ったら、窓ガラスがもう完全に凍りついてるような、その寒さ、湿気で、ああ、はいはいはい。で、なんだ、それでそれキャンセルしたんですけど、それで修理終わって翌日に仕事が来たのが、うんうん、ウィスコンシンの、なんて言ったっけな、今日今ピックアップしてきたんですけど、ウィスコンシンの結構北の方で、なんていうところだったっけな、ここ、ちょっと待ってください、今思い出そうとします。なんだっけな。わかるわかる。あのね、まあゆっくり。あのなんかプライムの宿ですか、もしかして。いや、プライムの宿じゃないですけど、なんかピックアップしたのはスターバックスのミルクコーヒー。うん、だからこんなとこでミルクコーヒー、スタバの作ってんのかなんだかよくわかんないですけど、はい、プライム結構来てました、3台、僕の他にも3台ぐらいいて、合計4台ぐらいいて、みんなミルクコーヒー積み込んでました、スタバの瓶詰めミルクコーヒーってあるじゃないですか、スタバのコーヒー、おー、うん、はいはいはい、それを積み込んで、なるほどなるほど、で、はい、でスプリングフィールドのケーブへ向かいます。地下倉庫。おー、ケーブ。はいはいはい。はい、スプリングソール、そう、なるほどなるほど。スプリングフィールドの地下倉庫へ今向かってます。680マイルぐらいかな。はい、おー、はい、なるほどなるほど。だからまあ1日で行ける。まあ1日じゃ行けないけど、はい、まあ2日かかるんですけど、今ピックアップしてさっき夕方。はいはい。で今日行けると、はい、多分ね重さ的に結構やばいと思うんですよ、8万多分超えてると思う超えてると、ああ、そうか、だから出た、なんか一応ピックアップするとき言ったんですよ、はい、なんかちょっと僕のトラック重めなんで、どんな感じですかね重さって言ったら、はい、積み込まないと分かんないけど多分4万3000ちょぼちょぼぐらいあると思うんだよねなんて言われて、で、はい、積み込んでもらったら4万3500ぐらいだったんですよ、はい、で多分まあ多分ギリギリって感じ、多分って感じ、燃料を燃やせばなんとかリーガルに収まるかなって感じだと思うんですよ、おー、なるほどなるほど、で今日日曜でしょ、だから今日ならウェイステーションも多分やってないはずだから、はいはい、もう多分今トラックスピード結構出るから、その多分セイントルイスの直前か、はい、下手したらセイントルイス超えるぐらいとこまで行けると思うんですよ、多分あと時間何時間だろう、あと6時間ぐらいあるんで、はい、であそこら辺まで行ったらもうウェイステーションないでしょ、はい、基本的に44ってまああるけどほとんど閉まってる基本的に、ああはい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 、だからウェイステーションがありそうなやばそうなところを今日中にもう一気に通過して、はい、で休憩して、でなんだ火曜の朝12時アポ、うん、はい、だから月曜日のなんかちょっと夜に出て、はい、近くまで行けばね 3,4 時間で着くんでスプリングフィールドまで、
だから、はいはいはい、月曜の夜8時とか、ね、7時、8時に出て、うん、夜の12時ぐらいにスプリングフィールドにつける位置まで今日移動しようかなと思ってます。そんな感じ。ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、それが計画です。はい、なるほど。毎回新しいところなんで、ああこうなんだみたいな。ああ、はいはいはい、だからまだ毎回違いますよね、やっぱね。うん、あ、はいはい、そうそう。でさあ、でちょうどまるちゃんに聞きたいことだったんですけど、はいはい、なんか結構適当だなって今日思ったことがあるんですよ。プライムなんか結構適当でしょっていう事件があって、はいはい、また事件じゃないんだけど、何があったかというと、はい、その、はい、今日スタバのコーヒーピックアップしたんですよ。その瓶入りのミルクコーヒーみたいな、まさに、はいはい、をなんか2300本で19パレットピックアップしたんですけど、でその仕事が入った時点はドライロードね、ドライオフって言って、あのリーファーオフのロード、はい、で、まあ、だから多分そういう特にそういうなんていうの、はい、フレッシュ品じゃないとは思ってピックアップ行ったら、そのミルクコーヒーだったんですよ。でただこの辺りってもう氷点下になるでしょう、今もそうなんですけど、12度しかないんですよ今も、はいはい、だからその、はいはいはい、凍っちゃうでしょう、そのままだと下手したら、はいはい、確かに、まあすぐには凍んないかもしれないけど、ずっと走ってるとやっぱりそうね、氷点下だから、ね、はい、凍って瓶が割れたりするでしょ下手したら、はいはいはい、まあそこまでは寒くないけど、でもまあそういうのがあると思って聞いたんですよ。したらなんかあの、はい、40度で凍らないようにしてくださいって言われて、はい、あなんだと思って、あそうです、やっぱそうですよねみたいな感じで、その、はい、お願いしますって言われたから、その出発するときに会社に言ったんですよ。なんか受けた荷物はドライ、はい、ドライってなってたけど、お客さんは40度にセットしてくださいって言ってますよみたいな、はい、そしたらなんかそのどれにセットしていいか分かんないから、インテリセット、はい、どれにするんすかって言ったんですよ、はい、そしたらなんかファーム、なんだっけな、ファームフィード、はいはい、ファームフィードにしてくださいって言われて、で、はい、ファームフィードの50度って言ったかな、50度かなんかにしてくださいって言われて、あ分かりましたって言って、はい、まあ多分すぐ出てくるんだろうと思って、それでセットし始めたんですよ。そしたらなんかファームフィードって2種類あって、はい、そのファームフィード W、 多分ウォームってやつだと思うんですけど、 W とファームフィードの C、 コールドの C だと思うんですけど、2つ項目があって、はい、でファームフィード W の方にすると最低温度が55なんですよ。だから55より低くできない、はい、50って言われたけど55より下がんないんですよ。でファームフィードの C っていう方にすると今度は設定温度が46ってなって、標準がディフォルト温度がで46より上に上がんないんですよ。46がマックス温度だから、ちょうどその50って設定できないんですよ、どっちにしても。はい、うん、だからなんかなんだろうと思って、それで一応聞いて、あ違う、そう55度って言われて、あなんだったっけな、まあともかくその言われた設定に最初できなかったんですよ。だから会社に言って、そのファームフィードって言われたけど、ファームフィードって実は2種類ありますよね、どっちですかみたいな話からいろいろやって、で結局ファームフィードの55でいきましょうっていうことで、そのじゃあ55に設定したんですよ。お客さんは40って言ったけど、その40って設定確かできないんすと思うとかって言われて、ディスパッチャーさんに、でそんな知らないのかなと思って、ディスパッチャーさん長年やってるはずなのに、だからよくわかんないけど、まあ言われてね、要はそのディスパッチャーさんも40って言っても、その果物とかじゃないから、そのテンパラチャーセンシティブじゃないから、まあこんな温度なら常温ならいいんでしょみたいな、そんな感じ多分、はいはい、だから そんな適当でいいんだろうなと思って設定したんですよ。で走ってたらなんかやたらメッセージ来て、ピポンピポンって、なんか、はいはい、なんかその温度の設定が55
までしか下がんないから55で行こうってなってたけど、なんかディスパッチのインフォメーションだと52ってことになってるから、その温度が違うってメッセージがどん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 来て、なんかすごい気になってたんですよ。まあ多分無視してもいいんだろうなとは思ってたんですけどね。はい、だけどちょっと休憩して止めた時に一応と思って 聞こうと思って聞いたんですよ、ディスパッチオフィスにね。はい、そしたら今度違うディスパッチャーさんがいて、その人に聞いたらなんか今度はね、なんかフリーズプロテクションっていうのにしてくださいとかって言われて、そんなのないんですよインテリセットの中に。フリーズプロテクションっていうのはなんかバイパスフリーズとかっていうのは出てたんですけど、そのフリーズプロテクションというのが見当たらなくて項目ね、なんかよくわかんないから、なんかもう一回電話かけて聞いたら、いや俺もわかんないからさみたいな言われて、なんかもしわかんなかったらロードアシストに聞いてくださいとかってもたらい回しにされて、でもまあ初心に帰ってロードアシストに連絡して聞いたんすよ。なんかそういうことになってんですけど、どうなんすかみたいな。そしたら今度はロードアシストとして曰く、いやバッドニュース、バッドニュースなんだけどみたいな、俺そのリーファイエンドってあんま詳しくないんだよねとか言われてなんだよみたいな、ロードアシストなのに詳しくないって言われても困るんだけどみたいな。だから説明して、いやそのテンパラチャーセンシティブじゃないから別に凍んなきゃ適当、大体の温度でいいっていうことだと思うんだけどみたいな。だけどなんかメッセージでそのロングセットポイントってそのね、あの警告メールがどんどん来るから気になって連絡しただけなんだけどみたいな。で言ったら、うん、したらまた15分か20分したら詳しそうな人が来るかもしれないからまたかけてとかって言われて、なんだみたいな、結構みんな適当だなとか思って、なんかわかんないのとか思って、ど知ってます、そういうの運んだことあります、フリーズプロテクションでその温度どうのとか。まるちゃんの経験を聞きたかったんですよ。僕はなんかそれないっすね。何フリーズプロテクション、そういうなんとかそのフロリーフィードなんとかっていうのもないっすね。ないないない、じゃあないっす、やったことないっす、やったことない、はい、冬にそういう瓶詰めのコーヒーとかって運んだことあります？うん、いやないっすね。多分なんか ルームテンパーチャーなんか、うん、あのファイブバリアン、ファイブバリアンスありますね。55度か60度か65度か。あ、バリアンスね。そういうルームテンパーチャーみたいなやつはありましたね。あ、そうそうそう。だからなんでファームフィードって言ったのかよくわかんないんだけど、あのバリアンスだったらわかりやすいですよね。要はそのねセットしたやつから5度、はい、5度範囲で調整ってそういうやつでしょ単に。はい。バリアンスでいいですよね、はいはいはい、バリアンスの50とか52って言われればなんかいいのに、なんかファームフィードにしてくださいって言われて、何を言ってるのかなと思って、はいはいはい、よく分かんなかったんですけど、でもまあ、はい、うん、なんか、うん、そう、はい、そうしました、ファームフィードになぜかだからなるほどなるほど、どうしてと、どういうことかな、ことないでしょうね、使わないですよね普通ね、はい、何のことかな、はい、ちょっとよく分かんなかったんですよ、ファームフィード、うん、でもまあ、どのせい、夜、うん、夜のナイトディスパッチャーですか。いや、いつもの人、最初に出発するときに聞いたのは昼間の、いつもの長年やってる人のはずなんですけどね、はい、なの知らないのかなと思って、ちょっとふと疑問だったんですよ。ああ、なるほど。そう、まあでも適当っちゃ適当ですからね、そのリバートシッパーの電話する人たちも、ただ確認するだけのあれじゃないですか、その雰囲気そうです、バイトっていうかね、うん、雰囲気そうですよね、はい、ちょっとなんか難しいこと聞いたらみんな分かんないみたいな、そういう話、はいはいはい、なんか後でかけ直してとか、なんか、はい、どうのこうのみたいな、結局そういうふうになっちゃうから。何なのかなみたいなね、ちょっと疑問なんすよ正直。でも結構自分で決めちゃって自分で判断してこういうふうにするからって言ったら OK みたいな、でしょう、104って書いてきますもんね、そうそうそう、はい、そうそう、だから自分で判断して、そうそう、なんか
まあ多分ね、そういう校内ダメだったら、じゃあ、まあ、40だったら、コンティニュアスランだったらフィエルフォグにしなきゃいけないとか、ほら。ああ、なるほど。あの、ファイブバリアンスも確かできましたっけ、コンティニュアスランで。ああ、そっか。インテリセットによってコンティニュアスにできたりできなかったりするプリセットが入っちゃってるからって、そういうことですよね。そうそうそう。なるほど。そうだと思うんですよね、多分。だから。ああ、だからかな。だから、スタート&ストップとかだったら、はい、あの全然フレッシュミートで28とか26とか29でやったりしますけど、コンティニアスランやるんだったらフィエルフォグで30とかでやったりするじゃないですか、ね、だからその辺も自分でも判断しちゃってこれに しますねみたいな感じで、あ、なるほどね、分かって、なるほどね、それで、はい、そのやり取りにだけ残してあれば後でね、なんかあってもね、なんとも言える、はい、はいはいはい、はい、まあでもそんなにあれですけどね、なるほど、そんなそれで揉めたこととかないんで、なるほどね、まあ大丈夫っちゃ大丈夫だと思いますよね、はい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 、いや僕的にはそのちょっと今回初めてそういうふうに言われて何のことかよく分かんなかったから、うん、でまあただその、はいはい、温度的には、はい、ある程度適当でも別に問題ないっていうのはもうはっきりしてるんで、はい、要はこんだけはそれでいいってだけの話なんで、はいはいはい、はい、だから、そうですね、まあ、なんていうんですか、はい、まあまあ、そういうこと、そういうことで、はいはい、まあ、そういうことです。僕、一回、その、マイナス10のフローズンを配達してて、はい、その一回、リーファー止まっちゃったんですよね、暑くて。なるほど。で、どうしよう、やばいっつって連絡して、うんうん、そしたら、じゃあ、ここに行ってって言われて、何で、うんうんうん、ここに行ってって指定された分、どうやる ?2 時間ぐらいしたんですけど、はい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 、まあ、その、氷点下になってれば、別に、受けないから問題ないよって言われたんで、はいはいはい、何時間ぐらいかかりました、修理終わるまで、その時ほんで修理は確か早かったんですよね、持ってって40分50分ぐらいで、あ、本当、そう、でも切れてから、だからそういう理、はい、全部で何時間ぐらいかかりました、切れてから数時間経ってましたよ、 2時間ぐらいとか3時間以上ぐらい多分、あ、本当、はい、で、はい、その温度どのぐらい下がるもんなんですか、あれって、そのぐらいだと、まあ、でもマイナス10だと結構下がるでしょ、一気に温度、下がって、はい、でそこからまたスイッチ入れて、はい、まあそこからすぐ下がったっていうか、まあ30超えなければ別に大丈夫っていうか、うん、まあマイナスですからね、言われたんで、溶けないから、はいはいはい、はい、溶けないから、まあ確かに、まあ夏でも真夏でも、はい、そのマイナス10でも、はい、まあそれぐらい3数時間ぐらいほっといても、はいはい、まあ大丈夫っていうことが分かったんで、なるほど、まあそうなんだみたいな、はい、感じでしたよね、先生と、なるほど、そうっすよ、そうっすよ、あ、なるほどね、まああんまりリーファーの問題は今までないそんなにない、ね、いいっすね、はい、安定してて、はい、はいはいはい、なるほど、タンカーと比べてですか、あっていうか、いやいや、そのプライムのトレーラーは多分他の、はい、他の会社さんのより多分いいというかメンテちゃん、はい、ちゃんとしてんじゃないですか、多分そんな気しないですか、なんとなく、あ、そういう意味で、そうですよ ね、はい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 、確かに、なるほど、いや、おじさんあれですか、体は元気ですか、あ、今のところ大丈夫ですね、なんとか、なんとか大丈夫です、あ、そうですか、あ、よかったなんとか、あ、そうですかたまにまだちょっと背中痛いなみたいな、そういうのはまああったりします、うん、だいぶなくなってますね、もうだいぶ治ってますね、はい、正直、あ、そうですか、うん、あ、よかった、うん、だから良くなっては来てると思うんですけど、でもたもしかしたらはい、まだちょっと腰痛みたいのがちょっとあるかもしれないですね、はい、ほんのちょっとね、
ただ全然影響ないです、仕事には全く影響ない、そんな感じですね。あ、そうですか、そうですか、だから大丈夫そうな感じですね。なるほど、なるほど。丸ちゃんはどうですか、調子よく予定ですね、じゃあね。そうですね、調子よく。いや、相変わらず、はい、この間スプリングフィールドいた時はどれぐらいいたっすか。あの時は、1週間半ぐらいですかね。おー、なるほど、なるほど。2週間はいなかったです、1週間半ぐらいです。あ、なんかいろいろ修理とか調整とかいろいろやってたんで。はい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 、おじゃあまあそういうちょっと時間を取りながらって感じですね。そうですね、ちょっと走って様子見て、ちょっと悪いところがあったらちょっと入れてみたいな。そうですね、そうですね、まさにおっしゃる通りですね。で、なんとか頑張って壊れないでは欲しいと願ってはいるんですけど、願ってはいるだけど今回もそのファン、はい、そうだけどなんやかんや起こるんで、まあなんとか良くなってほしいなと思ってるんですけど、まあ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 頑張ってきます頑張ってきますで、まるちゃんはどんなですか、トラックは全然壊れずに。いや全然、この間タイヤまた3本交換して、はいはいはい、それから別に、あ、それは言いましたよね、確かね、前回ね。あ、前回は3本じゃなくて1本だけ変えたっていう話だけ聞いてた気するんですよ。ああ、じゃあ、じゃあそうです、あの3本前の2本も変えたし、はいはい、一番後ろのだし、はいはい、合計だから 1,2,3、 まあもう4本変えてますよね。あ、なるほど、はい、で前でじゃあもうほぼ全部新しくなったとか、そんな感じですか、雰囲気としては。そうですね、後ろから2番目のあの2つが2本だけ、はいはい、あの交換してないで、あと全部交換して、はい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 、そうそうそう、それでその交換して交換して調子乗ってたわけじゃないですけど、そのボブテールで電波行った時に、はいはい、もう早速今年一発目のスリップっていうか滑りましたね。え、なになに、嘘、そんなもうあっちの方は雪降ってんすか。雪降ってたんですよ。ほう、はい、マジ雪降ってて、でもズリって滑って、おーみたいな。ほんとボブテールですか。今年もう2回滑ってます。ボブテールで1回滑って雪で、ほうほう、でこの間も、この間どこだっけ、ネブラスカかなんかで、ほう、ちょうどね、34ぐらいで、はい、で小雨で風ビュービューだったんですよね。ほう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 、はい、それのブリッジ、たぶん橋が思いっきりブラックアイスで、マジで、そこでもエンプティのトレーラー付きだったんですけど、そこでも滑って、え、それは何、カーブ、やべやべみたいな。カーブ、ね、その時はですね、あの右にマージやねや、あのエグジットで出る時にちょっと減速して、はい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 、減速していく、あのエグジットに行くじゃないですか、はい、右車線に1個ずれて、はいはいはい、そのずれる時に、はい、滑りましたね。あ、本当、ちょっとハンドル切ったらそのままグワーっていって、ズリズリズリって感じですか、まあ、そうそう、ツーってツーって、まあ40手前ぐらい、マイルぐらい出てたんですけど。あ、でも40ぐらいで滑りました。もちろん出てなかったっ、うん、出口だからね、はい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 、そうそうそう、本当、それでズリっていきました、ウェーみたいな、ズリって多分 2,3 秒ぐらいは滑ったじゃないですかね。あ、本当、そうそうして気をつけなきゃなんないですね。やべえと思いながら、冬はいやー、やばいやばい、はい、はい、本当、いや初めて感じましたよね、ズリってきた、はい、ズリってきたなみたいな。そうそうそう、はい、なるほど、なんだっけ、あのシミュレーターで滑ったりするじゃないですか。え、嘘、そんなシミュレーターで雪道で、あったかもあったかも、はい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 、あんな、ほんとあんなあれですよ、感覚ですよね。あ、ほんと、マジで
おやべえみたいな、はい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 、 あれこれガラガラがしたのみたいな、はいはいはい、ちょっと本当気持ち焦って、なるほど、だから本当スピードをやっぱ出さないで、ああいう時は本当、とにかくスピードが出てなかったら滑ってもなんとかなるけど、そうなんですよ、本当かっ飛んでたらもうそのまま行っちゃうなって感じですよね。そうそうそう、だからもうとにかく滑りそうなところは手前で減速あとカーブ、はいはいはい、そうですよ、だからね、上りとかなんか別に直進とかだったら、まあもちろん変な輪立ちとかだったらやばいかもしれないですけど、はい、まあ、要所を抑えてスリップして、要はスリップしても大丈夫なように心の準備しとけば、はい、まあ安全ってわけじゃないけど、そのどうにかできるっていう、単純にそうですね、対応できますね、対応できる、そうそう、だけど多分そういうのでスリップして落ちちゃう人たちは、はい、要はすごいスピードでいってんじゃないですか、多分うわーってはい、もうノートゥモロー、I have no tomorrow みたいなそういう人たちいるでしょ、トラックっていう種I have no tomorrow みたいなオラオラオラみたいな、マジみたいな、あるから明日あるからみたいな、明日あると思って生きていこうみたいな、教えてあげたいんだけど、たまにそういう人いますよね、車間距離2センチみたいな人とか2センチ、冬の猛吹雪なのに車間距離2センチで走ってるってさとか、まずくないそれはみたいな人たまにいるでしょう。だからすっごい、まあ、ある意味感心してんすけど、そういう運転してきて見るとね、すっげえなの、よく前のトラック信用してるよなみたいな、万が一なかったらもう避けられないでしょみたいなと僕は思うんすけど、はい、だからすごい人たちたまにいるからね、まあ、なるべく僕も関わらないようにそういう人たちとはこううまく避けて走ってるんですけど、はい、避けて、はい、なるほどね、やばいっすよ、その他どうですか、この間フロリダ行ってましたよね、まるちゃんさん、フロリダ、あ、はいはいはい、なんか気持ちいいっすよみたいな、あれはお届けですか、はいはいはい、基本あれそうっす、あん時なんだっけな、あん時確か、はい、ケースかなんかからフロリダ行って、はいはい、肉かなんかですか、あ、じゃあケースじゃない、そのオーロラ、あ、そうだ、だあのデンバーから確か、じゃあデンバーからそうですね、はい、フロリダにもう雪から、雪の世界からいきなりそのね、常夏、常夏行かされて、うん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 、80ぐらいあって、フロリダ民に肉をお届けみたいな、はい、フロリダ民に、そうですね、フロリダ民に肉をお届けして、その後、はい、マイアミで、はい、あのフローラルがあるみたいな、ね、言ってましたね、フローラル、あれってなんですか、花、やっぱ花なんですか、お花を届ける、はい、感じです、お花でそこのマイアミのそのお花のプライムのターミナルっていうか、そのあれドックするところが、はい、道路からあのやるようなガンガン車通ってるところを道路からこうドックするようなところで、はい、で結構カオスでそのドックとドックの間もすごい狭くて、はいはい、そんでもうそういうところはもうあれですね、ちゃんともうあのディスコネクトしてボブテール外して待ってた方が、あ、それちょっとそこで当てられちゃったのよ、それちょっと聞きたいんですけど、もう一回いいですか、そのフロリダにまずお届けして、はい、その後が今度フロリダでフローラルをピックアップして、でそれを、はいはい、それをね、プライムのフローラルのね、もうちょっと北の方にフロリダの、はい、250マイルぐらいかな行ったところの、はい、ターミナルみたいなのがあるんですよね。それはあれですか、花屋さんの花畑にピックアップに行くんじゃなくても、そのプライムの敷地に花が来てるってことなんですか。そうです、それがマイアミのところでピックアップして、はい、でそこから、
上のもうちょっと北の同じフロリダのプライムのターミナルに持ってくんですよ、はい、あ、そんな短いロードってことですか。でその後はは、あの多分ね、その後ね、10個ぐらいお届け先があって、うわ10個で、そう、そんでそのプライムのマイアミのターミナルから、はい、そのプライムのあのその250ぐらいマイルぐらいってところの、はい、プライムのヤードまではソロトラックが持ってって、はあはあ、その後その何個もあるお届け先は、はい、なんかチームがやるらしいです。ああ、そうなんだ。チームドライブ、はあはあはあ、で、そう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 、でそのって言ってました。うん、もう一回ちょっと聞きたいんですけど、ごめんなさい、ちょっと今運転中で頭の回路がちょっと弱ってるんですけど、はい、まず、はい、まずその、はい、フローラルをピックアップするターミナルが2つあるって今言いましたっけ。マイアミってすごい南じゃないですか。はい、でマイアミでそのフローラル、プライムのフローラルでピックアップして、はい、で何つうところだかちょっと忘れちゃったんですけど、250マイルもうちょっと北の方に行って、あ、ちょっと待ってください、そのマイアミのそこまで、はマイアミのそこをピックアップするとこっていうのはプライムの敷地なんですか。プライ、一応プライムの建物、プライムのフローラルっていうところがあって、じゃあ、コードがプリテン、はい、あ、じゃあそれが、ね、そこ建物もあるんですか、ヤードだけじゃなくて。ヤードというか建物ですね、そこはなんかそのドロップヤードとかじゃないのかな。あ、でもそのなんかハス向かいに共同で使えるようなドロップヤードはあるけど、はいはいはい、じゃあそこでも基本的にその、はい、そうターミナルというかプライムの、はい、なんて言うんですか、花屋さん、花専門ドックがあって、花専門のちっちゃいドックがあって、はあ、はあはあ、そのなんか、まあ、倉庫っていうんですか、倉庫みたいな感じ。じゃあもしかしたらそこの倉庫に小さなトラックで 花の農場の人がいろいろ花持ってきて、そこで仕分けして、でプライムのトレーラーに積んでるとか、そういうことなんですかね。よくわかんないけど、どっから花は来てるんですか、もともとは。多分そんな感じですかね。ねえ、多分あそこら辺あったかいから花栽培して農場があるってことですよね、多分。多分そんな感じじゃないですか。で、そこがやばいんですか。なんか当てられてどうのこうのって言ってたじゃないですか。それがそのマイアミのあたりのヤードの話。はい、そうそうそう。で、そこが何、そのマイアミの、どのぐらいの広さなんですか。どのぐらい狭いんですか。結構狭くて、もうなんですか。もちろんドアは開けられないぐらいな感じの。ドア開けられないって後ろのトレーラーのドア。後ろ、そうそう、入れちゃったらもうドア開けられないぐらい隙間がないみたいな。あ、じゃあ感じで、そう、ドック何個なんですか、はい、何個ドックは、4つぐらいとか4ドックぐらいですか。何個か、なんか結構ガーっていっぱいあるんですけど、はい、稼働してるやつはなんか3つ4つぐらいで、なるほど。そこにプライムのトラックトレーラーがこうガンガン来るわけですよ。なるほど、うん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 。で狭いから、でも、はい、何人かはもう、ボブテールディスコネクトして、違うところに避難してるんですよ、狭いから、危ないから。だからそこに止めて、そのまま積み込みを待ってると、その入れる人に当てられたり、出る人に当てられたりする可能性があるって、はい、そういうことですか、つまり。そうそうそう。あ、はい、そうそうそう。そういう意味ね。はい。はい。あ、だから、やばいんで。そんなやばいんですか、そこ。そうそうそう、はい。あ、で当てられもう横で見ちゃったから当てられてんの。そうそう、どんな感じ、プライム同士ってこと。プライム同士、マジで。プライム同士の、しかも ピータービルド同士で、うんうんうん、しかもぶつけた方チームドライバーなのに、うんうんうん、なんかおばちゃんみたいな、嫁さんかなんかわかんないですけど、女の人がおばちゃん2人組、なんか出てきたんですけど、おばちゃん2人組みたいな感じ。いや、おっちゃんとおばって、あ、じゃあ中年、そうそうそう、中年夫婦みたいな。おっちゃん、中年、そうそうそう、中年夫婦みたいな。みたいな、うんうんうん。それがもう当てちゃって、うんうんうん。それ、ちょっと聞きたい。CM ドライブで当てるってやばいじゃないですか。ちょっと聞きたいんですけど、はい、それはまるちゃんはどこにいたんですか。まるちゃんも同じドックにいたんですか。
僕も同じドックにいて、待ってた、待って、僕もそれ見るまでは、ディスコネクトしないで、待ってたんですけど、あまりにも怖いから近くて、横入ってきたりするとか、だから、そしたら危ねえなーなんて見てたら、隣の隣かなんかがもう当てられちゃってて、ああ、隣の隣で、ね。やばーと思って。マジ？それ何、トレーラーがそのピータービルトにガシャッと当たったってことですか、その入れるときに。トレーラーがそうですね、バックしてバックしてバックして、トレーラーがもうあのピーターミルトの思いっきり側面に当たっちゃってるみたいな。マジで？ほんと？で、そう、話してあのスキーホーンじゃなくてエアホーン鳴らすんですけど、もう手遅れ、何があったんだろうと思ったら、うん、うわうわ当たっちゃってるわみたいな , 笑って恐縮なんですけど、そういう感じ、ね、そうしかも75なんとかの新車ピカのピーターミルトから、手が入っちゃってるわ、かわいそうと思って。マジで、はい、見ました、ね、やり取り、なんかうわーって顔してましたか、残念そうな顔してましたか、当てた方と当てられた方。ああ、そうですね。見た、どんな感じ、その白人、黒人、わかんない。当てられてる方は黒人で、で、当ててるその老夫婦は白人で、老夫婦、当てた方は老夫婦、白人。そうマルちゃんの、そうでも、まるちゃんの感想からいくと、その当てた人は新人ドライバーさんっぽかったですか、雰囲気としては。どんな感じ、それともそのなんかミリオンマイル、いやミリオンマイルまで行ってないけど、多分あのあれじゃないと思いますよ、あの素人じゃないと思いますよ、ピーター・ビルトの確か74とかだったんで、でも何、まあね、ただプライムとかだと長年やってる人ってなんかミリタリーのスティッカー貼ったりとか、あの何ミリオンマイル貼ったりとか、スティッカー貼ってるから分かるじゃないですか、長くやってる人だなって。そういうのはどうですか、貼ってた、なんか分かんない、そこまで見てない。いやー、貼って、そこまでは見てないけど、そこまで見てない、もう今貼って、その当てられてる方は若い黒人のね、兄ちゃんで、兄ちゃんでもううなだれてましたよね、うわーって感じ、うわーって、はい、もう電話して、だからもう、ところは、ドック狭いところはもう、積極的にあれっすね、もう外しちゃって、もう避難した方がいいっすよ、ね、そのプライム、そのプライム1に限らず、プリ1に限らず、プリ10ね、他のところでも、もしそういうの見たら、そうやった方がいいですよって、そういうアドバイスでしょ、つまり。そうですね、どうと思いましたね、やっぱ面倒くさがらずに、もう本当は当てられちゃったりするじゃないですか、リアルにみたいな、だから、それだったら本当、もうちゃんとね、あのローダウンして、もうディスコネクトして、ドリーダウン、違うところで待機してみたいな、ドリーダウンして、面倒くさいけど。なるほどね。そうしないと余計めんどくさいことになるじゃないですか。なる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 。ちょっとその5分の手間をかけて安全なところに避難するっていうね。そうそうそう。そうですよね。それいいこと聞いた。今のところは僕そこまで狭いところまで行ったことないんで。今日のところも全然広かったし。他のとこ、まあ、ちょっと狭いところ、スプリングフィールドのそばのなんかパフォーマンスフードとかって言って、なんかスーパーの荷物のウェアハウスみたいなところはちょっと狭いところあったんですけど、でもまあそんな死ぬほど狭くはなかった。だけど、多分まるちゃんが経験したのは、多分その死ぬほど狭いところなのかなって、なんか容易に想像できるんで、そのアドバイス聞いて、気をつけようと思います。そこはすげえ狭いし、あれですね、あのマイケル氏と、確か TNT の時もう、ミラー当てられて、ミラーが取れちゃったってことが確かあったんですよね。ミラーね、はい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 、わかる。まあだから、エアホーン鳴らしても気づかない
ことの多いっすよね。もう手遅れみたいな、遠いから運転、ね、運転席と52フィートでしたっけ、50フィートあるから、トレーラー長いから、はい、降りてね見れば分かるんだけど、降りてこないんですよね、ぶつける人たちって、なぜかね。はい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 、だけどそのチームの人も、ね、降りればよかったのに、なんで大丈夫だと思ったんですかね、うん、余裕とか思ったんですかね、そんな狭いところだからやばいって感じるでしょ、うん、普通は、うんうんうん、感じなかったんですか ね、 めんどくさかったんですかね、めんどくさかったんでしょうね多分、あ、なるほど、ね、あとその当てられる側が鳴らしてくれんだろうみたいな、なんかちょっとそういうなんかあれ化石なところもあるじゃないですか、あ、なんかプップーみたいな、はい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 、それも困ったんですよね、だよみたいな、でちなみにそのダメージ見ました、マルちゃん、その当てられた黒人さんの新しいピータービルトのダメージ具合、結構見ました見ました、結構なにぐしゃっべこってガリガリみたいな、ガリガリって言ってました、ベコベコって、はい、どこら辺、ドアドアですか、ガリガリは言ってないけど、ベコって引っ込みました、サイドのあのドア開くじゃないですか、かっこいい、はいはいはい、感じで、ああそこで、うん、あの辺が、あ、じゃあスリーパーのあたりですか、あの、スリーパーのあたりがもうピッカピカのスリーパーのあたりがもうベコって結構ね、かわいそうと思って、ほんとめっちゃ綺麗な、あ、すごいショックでしょうね、まあ、あれストップですよあれは、わかるな、もう泣きたい気持ちだったでしょうね、なんかね、あ、しかも、いやしかもプライム同士、ね、プライムそうそうそう、しかもプライム同士っていうね、ああ、なるほど、いやいやいや、ああ、本当気をつけよう、気をつけてください、僕もトラックストップとかの使い方もすごい気をつけて、最近はなんかもうね、はい、有料パーキングが安全だったらもうお金払って有料に止めるしてるんですよ、正直1泊20ドルぐらいしても、お、まあ、ただあ、そうか、有料だから絶対安心とは限らないじゃないですか、うん、ポイントとしてはそれがまた問題なんですけど、はい、ね、なんか有料のとこでもなんか気抜いてぶつける人多分いると思うから、はい、うん、有料だから安全とは限らないけど、だいたいパターンとしては有料じゃないとこにみんな入れたがるじゃないですか、もちろんただだから、ではいはいはい、広いとこならいいけど、たまに狭いトラックストップとかノーキャロとかあるじゃないですか、なんか、はいはいはい、ね、うわ、はい、狭いみたいな、僕も入れようと思って入れられなかったことあるんですけど、狭くて入れられねえみたいな、はいはいはい、そういうとことか、いや入れない方がいいですよ、そういう時はでしょ、はい、うん、だからその時は無理に頑張らないで、そうそう、無理頑張らないで、まあ頑張れば入れられるんだろうけど、うん、それだけ苦労するってことは他の人も入れるとき苦労するはずだから、はい、夜暗くなってきたらよく見えないでガシャとかって起こる可能性かなり高いでしょ多分ね、あと出るときもね、やばいやばい、うん、発行者の場合はオーバーハングで出るときも反対側がせり出して当たって、はい、最後の最後でガリガリとかっていう可能性もあるし、ミラーもげるとか、はい、だからそういうの考えると、はい、なんかそういうところには止めないで、まあ、昼間シャワーシャシャッと入って、うん、もうトラックストップには止めないで、どっかランプ、うん、高速の入り口のランプに止めておくとかの方がよっぽど安心かなって気しますよね、はい、正直ね、はいはい、だからそういう技を使って、ね、それも技の一つだと思うんですよ、無理にトラックストップにいないっていうね、うん、だけどなんかトラックストップとか見てると、なんかどうしてもトラックストップに止めたがる、まあもちろんトイレとかシャワーとかご飯とかの関係があるから分かるんだけど、なんか、はい、もう通路とかに止める人たちいるでしょ、迷惑な人たち、はいはいはい、要はそのせいで前が詰まってるからハンドル早く切んなきゃなんないから今度当てられるって可能性も出てくるでしょ、わかる、言いたいポイント、はいはいはい、その人たちがいなければまっすぐヒューッと出てハンドル切るから、ぶつかんなかったのに、その迷惑な人が止まってるせいでなんか出てく人に当てられるって可能性が増えるでしょ、夜とか寝てる間に急にそういう風に止められてたりとかして、はい、ねえ、はい、で、はい、その、はい、変なところに止めてる人は、はい、被害はないみたいなね、ちゃんとしたところに止めてる人に被害が出るみたいなこと起こってくるでしょう、でも文句も言えないし、結局関係ないから、はい、うん、だからそういうのも見て本当危険なところは止めないっていう、その本当大事だなと思いますよね、はい、
ああ、いや、本当ですよね、本当。もうぶつけられてなかったら、もう本当一大事、正直。ねえ。いや、怖いわ。はい。まるちゃんは今のところ大丈夫ですよね。当てられたことないですよね、全然ね。この間、まあ、軽く当てられて、そう。って感じでしたけど、当てられた。確かに言ってると思うんですけど、その、そうでしたっけ。はい、前のグリルと、はい。リアガードを新しくして、その時もあれですよ、なんてことなかったんですよ。その普通に止めてて、それどこの話、トラックストップ、そのそうです、うんうん、どっかとフライング J かパイロットかなんかでしたけど、はいはい、昼間のなんてことない全然ガラガラの時間帯にいきなり、うんうん、いきなり多分しかしあの向かってこう止めている横からこう止めようとしてきて、はい、多分その近くに寄ってスイングするじゃないですか。スイングしますね。わかるわかる、スイングしますね。うん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 。そのスイングするの近すぎて当たっちゃったみたいな。はいはい、あ、本当。なんてことないですよ。おじさんがあのほらプライムでボブテイルで当てられたみたいな、はい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 、なんてことないところで当てられたじゃないですか。うん、そうそうそう、あんなノリで当てられちゃって、そう、それみたいな感じで、それ気づいていたんですか、トラックなんかいたんですか、自分は。たまたま、いや、コンコンってきてどうしたのって思ったら、うんうん、あれもう思いっきりなんかもう接触してるわと思って、あー、ほんと、うわやっちゃってるわ、楽しそうと思って。で、リアガード曲がったりしてたんですか、曲がるぐらい。リアガード、曲がってはなかったんですけど、なんか塗装がちょっとメリってなっちゃって。あ、はい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 。そうそうそう。で、なんかグリル、前のそのグリルのところもちょっとなんか傷ついちゃったんで。グリルにも、ほう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 。グリルって言うんですか、そう、ちょっとだけ傷ついちゃってたから、はい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 、でもこれ多分リターンした時に、トラックリターンした時に管理されるよねって言って、はい、そうだねって言うから、あ、じゃあ直してもらおうって。そうですね。そうそうそう。で、直してもらって。それはじゃあ保険のインフォとか聞いたんですか、相手から、保険インフォ。相手の会社にあの請求してもらって、その後は分かんないですね。ああ、相手。全然こっちもチャージされてないし。ああ、相手誰ですか、はい、ちなみに。どの会社ですか。相手なんか、何人って言うんですかね。多分ちっちゃい会社、インド人みたいな感じの、はい、なるほどね、ちっちゃい会社で、はいはい、そのスイフトとか大手じゃなくて、はい、なんかまあちっちゃい会社系みたいな、はい、そうですね。あ、でもまあ正直に、まあ、その、うんうん、300ドル払って解決 し,、はい、してこようとしてきましたけどいや、それはちょっと無理でしょう、うん、足りないですよね、はい、300じゃね。そうそう、うん、だってディアガードなんてあれ、はい、ね、3000ドぐらいしますよ、たぶんディアガード、3000ぐらい。ああ、そうですか。3000ぐらいしますよ、ディアガード、ね、うん。ディアガードだけで多分2800とか3000ぐらいして、で、工賃、はいはい、ね、500ぐらい取られて、多分3500ぐらい軽くかかると思いますよ、ディアガードなんて変えたら。だから、そんな数百ドルで許すわけにはいかないっすよ。はいはいはい、そうですね、そう思う。だからまあそういう人たち人種ですから、はいはい、やっぱりそうやって交渉してくるんですけど、やっぱりいや、それ絶対無理でしょって、300ドルで治るとは思わないって言って、で OK っつって、じゃ あ,、うん、あのビール送ってねって、そこから全然連絡取ってないです。なるほどね、はい、まあまあ、でもそういう正直な人ってよかったですよね。そうそうそう、逃げる人じゃなくてね。はい、逃げる人だったら、若いお兄ちゃんでしたけどね、うん、逃げる人だったら、まるちゃんがディダクティブ1000ドル請求されて、プライムからって話になってくるじゃないですか。はいはいはい、だから、はい、まあ保険で直せるけどね、1000ドルは自腹だから、はい、うん、よかったですね。そうですね、そうそうそう、はい、罠ですね、罠。はい、いやいやいや、なるほどね。いや、ちょっとおじさん、そういえばナビゲーション変えたっすか、あのクアルコムまだついてるんですか。そう、なんかメッセージ来て、クアルコムのナビゴーってついてるじゃないですか、ナブゴー。
はい、あれがなんか年内でも使えなくなるらしいんですよ。はいはいはい。だからそうなると結構あれに頼ってんで、ね、僕ナビ。はい、うん、だからつけとかなきゃまずいかなと思って本当はつけたくなかったんだけど、ナブ5で足りてるから、はい、全然いいんですけど、はい、まあ、やっぱないと不便かなと思って、うん、だからつけました、仕方なく。何のやつ買ったんですか。あのガーミン。ああはいはいはい、うん、なんかガーミンのトラック用ナビみたいな、はい、をつけました、うんはいはいはい、まあ今はまだだから両方動いてるんで両方試して、あ、カール君のやつも動いてるんですか。まだ動いてます。ナビ号まだ今のところ。なるほど、はいはい、だけどまあ、はい、その今年で使え、今年いっぱいで使えなくなるみたいなんで、はい、要はあのプライムが今あの何でしたっけ、になんとか台、なんか新しいシステム変えてるじゃないですか。ああはいはい、はい、だから多分こっちの契約を切るんじゃないですか、会社として。ああ、はいはいはい、だからそのせいで使えなくなるってそういうことだと思うんですよ。はいはいはい、だから使えなくなる前にもうちゃんとつけとこうと思ってでつけましたと、はい、そういう感じですかね。あ、なるほどなるほど。うん、はははは。ちなみにマルちゃんもう新しいシステム入りました、カメラとか。まだそうです、もう入ってます。あ、もう入ってる、はい、どうですか、あの新しいターミナルの使い心地。はい、いやこっちの方が全然早い、やっぱね、普通の本当タブレットって感じで。うん、で、はい、ナビも出るんですか、それは。そうそうそう、フォーパイロットっていうなんかアプリがあって、はい、それでナビ初め 何週間フリーかなんかでやってたんですけど、うん、多分あんまりよくない、あんまり良くないんで、もうガーミン、あの2つ、俺ガーミンと2つでやってたんですけど、前のやつ。あ、前はね。でも、うんうんうん、もう今もうガーミン1本でいいかなって感じで。あ、本当。はいはい、ガーミンとトラッカーパスのあの地図で照らし合わせてやってる感じですね。はいはい、あ、トラッカーパスね、はあ、はあはあはあ、はあ、はあ、はい、なるほどね。なんかあんまりそのフォーパイロットっていう新しいやつあんまり良くないっていうか、うん、あんま好きじゃない。これだったらガーミンあんまり買わ、前のあのナビゴーのやつの方がなんかあの信用はできたけど、はいはい、信用ね、結構あの、うんうん、フォーパイロットの結構細かい道もねガンガン入ってかされたんですよね。あ、本当、結構ちょっとあんまり良くないかなと思って、ね、いいやと思って。なるほどね、やめました。あ、はい、そうなんだ。でそれは有料ですか、コーパイロットって。それこれ有料っすね。やっぱ有料なんだ、はい、不思議ですよね、有料ってね、今時 GPS ね。そう思いません、はいはい、ケチくさいですね、本当っすね。はい、そうなんだ。年間で120ぐらいかな、確か。はい、あ、ですよね。っていうかもっとじゃないですか、だって1週間に10ドルぐらい取られてません？はい、僕ナビ号1週間に10ドルぐらい取られてる感じするんですけどね。あ、12とか、だから1か、ね、だから1ヶ月で40とか、だから1年で、はい、450とか多分、はい、あ、ただそのオムニトラックスの時代ってその全部自動で連携してるから、なんか住所入れないでもこのピッて選べばピッと出てくるじゃないですか、全部。まあそうそうそう、だからそれがすごい便利だなと思って、まあ今もまだ動いてが使ってるけど、それが便利だなと思って使ってたんですよ。で、で基本的にあの GPS ってそのもう会社が間違いなくトラックが通れるルートを表示してくれてるから、はい、なんか変なとこに行かされることはないっていうか基本はい、うん、結構信頼を受ける部分あるじゃないですか、ある程度。はいはいはい、うん、そうですね、はいはい、なんか、はい、そういうのあるから、だからその結構僕は気に入ってたんですよ、意外とシンプルで、はいはい、うん、僕別に 3D の GPS とかっていらないから、はい、要はその基本的に行く地図が見れればいいって感じで使ってるんで、はいはいはい、うん、だからうん、なくなると残念なんですけどね。
あ、ちなみにこうナビゲーションはあっちの方が良かったですね、はい、ちなみにコーパイロットはそのクアルコムの時みたくその住所入れないでもそのお客さんの情報がピッて表示されたのを押しただけでヒュッと出てくるんですか、やっぱ。いやそれなんかさちょっと触ったんですけど多分できないから。あ、それもできないですか。自分で住所入れてやりましたね。本当結構不便ですねそれね。いやでも住所入れると早いんでパッパッパッと出てくるんで。あ、そっか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 。数字とちょっとそう。なるほど。その辺はまあ大丈夫っちゃ大丈夫だなとは思ったんですけど、まあクアルコムのでもなんか欠点は遅いっていうね、はい、遅いっていう。そうですね、遅い。なんか、はい、基本的になんかネットワークにつないでダウンロードしてから表示されるからなんか出てこない時とかね、エラーとかたまにあるじゃないですか。はい。なんか出てこないみたいな。だからもう早め早めにダウンロードしとかないと。はい、さあ出発するぞっていう時に押しても出てこないってことよくあるんで、あれね、あるあるある、だからもう前日ぐらいからも入れとかなきゃなんないっていう、前日ぐらいから、はいはいはい、そういうのあるじゃないですか、あれ。あ、なるほどね、そういうことか。